はい、えー、今回のこの動画では、キーワード検索サイトのグッドキーワードの使い方について解説したいと思います。まず、こちらにグッドキーワードと検索していただいて、検索結果から一番上に来るこちらをクリックしてください。で、こちらに、キーワードを入力します。で、あとはこの検索を押すだけです。こちらで、 この検索していただいたキーワードの複合キーワードが出てきます。で、こちらを押しますと全てコピーすることができますので、Google スプレッドシートや Excel などに貼り付けて管理すると大変便利です。今回は以上になります。